リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はですね、タイトルにある通り、うららちゃんのご報告でございます。はい、ちょっとうららちゃんですね、病気になってしまっていたようで、こちらのご報告をしようかなと思います。で、経緯なんですけれども、まず昨日土曜日、5月28日ですね、夜中の1時半ぐらい、いつものようにケージから出してあげて、一緒に遊ぼうかなとしていたところ、足を引きずってるのをね、目撃して、あれ?と思って。で、一夜一緒に過ごして、朝病院に行ってきたという状態になります。で、病院の方で、症状だったりだとか、病気、こういうのなんじゃないかというのを確認させていただいたという状態になります。で、まあ、昨日は、足引きずってるのを見て、例えば体のどっかに異常がないかっていうのを見たんですけれども、特に骨折してるっぽいところも特になくって、で、あとは外傷、怪我をしているっていうのも見受けられず、どうしたんだろうなという状態でございました。なんていうか、麻痺をしたんじゃないかなって感じなんですね、下半身を。で、その状態で、一夜過ごし病院に行ってきてっていう形になります。で、そこで、病院のね、獣医師さんから伝えられた状況で行くと、エンセファリト損傷だったかなという、ウサギが、たまに感染する、たまにというか、ウサギが感染しやすい、寄生虫による病気なんじゃないかというお話になりました。で、昨日ね、夕方の7時ぐらいまでは一緒に遊んでいて、その時は普通に写真撮ったりとか、一緒にこうなでなでしたりとか、足も全然余裕でね、動かせる状態だったんですけれども、一応写真ここにちょろっと載せとくんですけど、という状態だったんですよね。で、急に夜、おかしい状態を目撃しっていう状態になります。で、このエンセファリト損傷っていうのがですね、ウサギのうんちとかから感染するらしいんですけど、うちウサギ飼ってないですし、他の子もその病気を患ってる子っていうのはいないので、どう考えても、感染経路が不明という状態でございました。で、ただ一個、感染経路もしかしたらっていうのが一つありまして、それがですね、この子と、ハルくんなんですけれども、捨てられていた子なんですよね。で、プラスチックのケースに、プラスチックの、こういうケースの、ちょっともうちょっと大きいやつに、餌が敷き詰められて、で、横をね、ガムテープで止められた状態で捨てられていたんですよ。で、何日間捨てられていたかっていうのは、ちょっと私の方ではわかんないんですけれども、見に行った時には結構弱っていましたし、すごい威嚇する子、というか、威嚇する子たちだったんですね。っていう状態で、もしかするとその期間に、寄生虫に、寄生されてしまっていたんじゃないかと。で、この寄生虫っていうのが、急に症状が出ることがあるっていうお話を伺ったんですよね。なので、その急に来たのは、本当今のタイミングだったんじゃないかっていうお話でございます。特に外傷もないですし、で、餌のお話も見てもらったお話したりしても、特には問題ない。まあ、死で言うと、ちょっと、ひまわりの種あげすぎかもねと言われたので、太りすぎちゃうと大変よ、とは言われたんですけれども、特にクル病だったりだとか、あとは、怪我をしているっていうのも、レントゲン取りましたけれども、特になくてですね、本当に、神経の麻痺から来ているものなんじゃないかというお話になりました。で、これからのお話になるんですけれども、これからは、その寄生虫を駆除する投薬があるみたいなので、そちらの方の薬を少し混ぜて、ただその病気とは限らないと。何ですかね、寄生されているっていうのが明らかにわかるような状態ではないっていうことだったので、投薬もちょっと弱めの薬を少しずつ、与えていって、寄生虫を除去していく。あんまり強い薬にしちゃうと、寄生されてなかった場合に、他の症状が出ちゃうかもしれないということだったんで、弱い薬で少しずつ、様子を見ていくっていうところで、これから進めていく形になってます。で、その話をしていた結果、うちのハルくんっていう子がいるんですけど、ハルくんは、
最近威嚇がすごい多い子で、で他の子を見るなり、あの他の子に威嚇をしたり、あと私の手だったり指だったりも急に噛みついたりだとか、あとはまあちょっと獰猛な部分っていうのが多かったんですね。でそれもエンセファリットゾーン症っていうのの、あの症状の中の一つとしてありえなくはないと。急にちょっと獰猛になっちゃっただとか、あとはもしかするとその炎症が起きて、目が悪くなってしまっていて、近くに来たものをなんていうんですかね、威嚇しちゃう、もうなんだこの野郎みたいな感じになっちゃうっていうこともあるっていうふうに伺ったんですよね。でもしかするとその症状の可能性が高いと。で2匹ともって考えると、本当にその2匹ともがその間に何かの拍子に、まあ、こういうプラスチックのケースだと中に入っちゃうんで、こういうところからね。で、菌が入ってしまって、感染してしまったんじゃないかというお話になりました。で、どちらも同じような症状、症例の中にあるものの中の2つの症例が当てはまるっていうことだったので、脳炎症が起きてる可能性があると。なので、2人とも、その弱めの薬を少しずつ上げて、様子を見ていくという形になりました。で、ララちゃんに関してはもう下半身があんまり良くない状態なので、フラットな状態に今してます。ハンモックをね、下に置いてる状態のものにして、ご飯もこの辺。たださっき思いっきり上、登ってね、遊んだりしてましたけど、病院に連れて行ってびっくりしたことがあって、この子ですね、下半身動かないはずなのに、すごく元気だと。結構、下半身先に麻痺してしまった子ってすぐ弱ってしまうらしいんですよ。で、弱ってしまうし、自分の体にそういう異常がきたしているから、威嚇をすごいするようになったんですって。まあ、怖いからですよね。なので、そういうのが起きるみたいなんですけど、この子はですね、威嚇がないんですよ。で、しかも、弱ってる素振りはないんです。なので、病院で様子を見てもらうときも、すごく、スムーズに、様子を見てもらったという状態になります。なので、下半身がね、良くない状態だったとしても、まあ、元気に過ごせるように私は進めていこうかなと思います。で、まあ、下半身が気になって自効してしまったりだとか、あとは、壊死してしまったりっていうのがある場合には、それに合うね、治療というのを進めていこうかなとは思うんですけれども、特に何もない場合は、そのまま投薬を続けて、普段通りの生活、危なくない生活をね、していこうかなと思います。一応様子だけね、見ておくと、これ置いて。はい、出て。よいしょ。はい。こんな感じですね。下半身はやっぱりちょっと麻痺してるんで、腕だけで登る感じにはなってるんですけれども、こいつね、腕だけで全然いけちゃうみたいなんですよ、ほら。元気なんですよ。こんな感じで。危ない。はい。なんで様子を見ながらね、一緒に生活をしていこうかなとは思っております。はい、いいよ、戻って。戻んないの？うん、戻っていいよ。はい、どうぞ。で、ご飯もね、ちゃんと自分で食べて、水も飲んでる状態なので、そのあたりは、問題ないかなと思います。で、餌の問題とかもね、確認してもらいましたけど、特に餌によって来る病がとかっていう感じではないですし、もし来る病とかの場合だと、急に一気には来ないっていう話だったんですよね。突然動かないっていうことはほとんどありえないよっていう話だったので、寄生虫関連かなと。思います。まあ、動物のそのお医者さん、獣医師さんもですね、あなたの責任の部分っていうのは少ないと思いますよっていう形でかなりフォローされました。すごく、自分のせいだな、なんて思ってしまっていたので、そのフォローにはちょっと心がね、助けられました。はい。で、幸いこの子が、今見てもわかる通り元気なので、ひとまずは、元気に生活をしてくれるのであれば元気に生活をしていただいて様子を見ながらこれからも生活していこうかなと思います。で、ハル君に関してももしそういう炎症だったとすると薬を飲んでいくことで少しその威嚇だったりっていうのも収まったりだとか
あとは目に映るものっていうのがね、敵として視認しないかもしれないというところですね。ちょっと目は悪いのかなと思ったことは何度かあって、理由としてはマシュマロとかね、そういうなんて言うんでしょう、ご褒美をあげるとですね、取れない瞬間っていうのがあるんです。なのでその取れない瞬間っていうのがあったので、もしかしたらそういうのの影響なのかななんて思いました。こう言われてからのお話にはなりますけれど、なので、そういう形で進めていけたらなと思います。幸い今ひまわりの種持ってうろちょろうろちょろしてるんで元気そうなので、ひとまずは様子を見ながら進めていこうかなと思います。足だけちょっと麻痺はしてるんですけれども、ちゃんとうんちだったりとかはできているので、そういう部分は大丈夫かなと思います。でうんちもね、おしっこも全然できないっていう状態だったら大変なので、ちょっと心配でしたが、ちゃんとうんちもおしっこもしてるので、本当に足がっていう状態みたいですね。はい、でもこういう風な形で頑張って元気に過ごしてくれているので、本当に足が動かなくてっていう状態だと、なんかその補助になるパーツっていうのをね、実際この子につけてあげて、なんていうのね、車椅子じゃないですけどタイヤみたいのをねつけてあげて、ちょっとでも引きずるじゃなくって、こうローリングというかね、タイヤで動くようにしてあげられたらいいのかななんて思っております。ひとまずね、そういうところでございます。で、私が一番思ったのは、やっぱり動物を捨てるっていうことは本当にやめていただきたいなっていうところですね。こういろんなその今までの状況ですね、ヒアリングしていただいて、可能性が大きくあるのはやはりそこだと、捨てられている期間にっていうのがかなりでかいんじゃないかと。でしかもすぐに出てこないものの場合だと、こういうふうに遅れてやってくるので処置がね難しくなる可能性もあると。ただ捨てられている期間にね、連れて行ってあげたからといって、絶対に見つけられたかっていうと、見つけられない現象だったり状況だったりするというお話もいただいて、するとねやっぱりそもそも捨てるっていうこと自体をやめていただければ、こうやってねちょっとかわいそうだなっていう風な状態っていうのを起きずに済むのかなと思いました。あとは私もですね、飼育を気をつけながら、この子たちの、最後までちゃんと修正飼育かな、をね、ちゃんとしていこうかなと思っております。本当に、亡くなるまでは、私の方で、しっかりと育てていきたいと思います。ひとまずね、動物を捨てるなどということは、絶対にしないでください。こういうふうに寄生中に寄生されて、なくても良かったタイミングとかで寄生してしまうかもしれないので、寄生虫じゃないかもしれないですけどね。ただそういう可能性もあるので、皆さんもね、そういうことをやめていただければと思います。あとはこういうこともあるんだなというのをですね、理解していただければなと思います。フクロモモンガ飼っている人、フクロモモンガを飼ってない人でも、こういう現象が起きえるということをね、ご理解いただいて、そのペット飼育っていうところに当てていただければなと思います。ひとまずはね、この子が思っている以上に元気なので、危ないよ、あんたお尻落ちてるよこれ。ちょっとマイクね、なんでそんな中途半端なところで食べるかな、ひまわりの種。ちょっとマイキーな、これいうところですね。思った以上に元気なのでちょっとびっくりしてます、私は。そこが幸いですね。元気にひまわりの種も食べれるし、お水も飲むし、餌もちゃんと食べるし、さっきみたいに上登ったりするし、元気でなければそんなことってしないと思いますので、まずは弱っていなくてちょっと良かったかなというのが幸いです。はい、ひとまずはこんな感じの報告になります。ちょっとね、一個動画撮ってるものがあって、ケージのご紹介の動画があって、うららちゃんのケージ紹介の動画がね一本今後上がるんですけれども、ちょっと時系列は逆になりますが、ご了承いただけますと幸いです。
はい、今後ともね、うららちゃんの様子だったりとか、動画に映せる子たちの様子っていうのはね、随時動画にして、皆さんにね、共有という形だったりとか、病気の経過というところもね、ご報告していけたらいいなと思っております。はい、ということでね、本日はここまでとなります。またね、違う動画で、いろいろと報告だったりとか、様子っていうところを、映していこうかなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、ミントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。